ということで、はい、古町やってきました、ふーちゃん。え、今日何ですか？誕生日いつでしたっけ？あ、5月です。5月ですよね。はい、もうすぐ誕生日ですよね。今日はふーちゃんに誕生日プレゼントを買ってあげる回です。やっぱ女性ですもんね。やっぱアクセサリーとかどうですか？はい、あ、でも欲しいです。いきますよ。じゃーん、ビジュースリークというね、おしゃれなお店なんですよ。はい、ね、1万円で好きなもん買ってください。いいんですか？いいですよ。ありがとうございます。悩みますね。ちょっとどうします、店員さんにおすすめみたいなの聞いてみます。はい、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。彼女に合うやつをなんか紹介してもらってもいいですか？ネックレスを、はい、ちょっと欲しいなと。今ちょうどご覧いただいているところが日本のブランドの、 あのアーカーというブランドになるんですけれど、短めにつけさせていただくといいかも。18金なので変色とかもあまりなくつけていただけますので、ちょっとこんな感じです。これは素敵ですね。素敵ですよね。これはまたちょっとこう大人な感じで、うん、はい、一筋の光をイメージ、はい、してまして、ティナネックレスというものになるんですけど、王というブランドになりまして、落ち着いた感じは、うん、はい、ですけれど、大人っぽいですね。そうなんですよ。ダイヤモンドカットチェーンといって、もう本当になんかダイヤモンドがついてるかのようなキラッと。結構短めにつけるんですね。はい、もうこちら T シャツとかにつけていただいてもキラキラすごく素敵です。 T シャツ好きだもんね。はい、これつけてたらめっちゃオシャレじゃないですか。そうなんです。 T シャツね。はい。やつありますか？決まってる。はい、わかりました。じゃあちょっとそれもう一回ね、見に行きましょうか。はい、どうでしょうか？どう、ふーちゃん。いや、これがいいです。こんな嬉しそうなふーちゃん見るの初めてですよ。これちなみにいくらでしょうか？はい、まあ、2万7000円に消費税に、はい、なります。2万7000円なんで、いくらでしたっけ私？はあ、残念、残念ですね。残念。え？え？もらえないんですか？いや、だってほら、これしかね。いや、でもこれが一番いいなって思って。お誕生日でいらっしゃいますもんね。はい。なるほど。そこは。そこは。そこはやはりねえ。店員さんもこうおっしゃってますし、すごいあれですね、雰囲気悪くなってきましたね。どうしもし、どうしもし、はい、店員さんもこれおすすめですか？いや、はい、すごいお似合いになってらっしゃるので、はい、店員さんってやっぱりこうアクセサリー関係のプロですよね。例えばこの僕の左手の薬指に、はい、ピッぴったりはまる指輪を、はい、今この状態で見ただけで、はい、持ってくることができたら、はい、買いましょう。かしこまりました。すごい責任重大ですね。頑張ります。こんにちは、いらっしゃいませ。ちょっと新キャラ出てきましたね。ブライダル担当、ブライダル担当の鹿島です。これは完全に当てに来ましたね。そうですね、もうがっつり指見てますので。本当ですか？ということでね、はい、今、はい、もうある程度決まったそうですね。あ、はい、いいんですか？ちょっと2つに絞りまして、はい、どっちかですよ、どっちかですよ。決まりました。決まりましたか？決まりました。じゃあよろしいですか、結果の方。はい、大丈夫です。じゃあいきますよ。はい、
開きます。どうですか？どうですか？マジか。どうですか？いや、ぴったり。やったー。え？マジか。おめでとうございます。後ろで完全にお会計スタンバってますね。じゃあもう2万円、ありがとうございます、はい、渡すんでさっきの1万円と合わせて、はい、やってきなさい。ありがとうございます。 ありがとうございます。ということで僕の懐は寂しくなりましたが、ふーちゃんも喜んでくれたし、ビジュースリックさんもねとても素晴らしいお店だと分かったので、まあ、よかったましょう。ぜひ皆さんも素敵なプレゼント買いに来てみてはいかがでしょうか。